ウィリアムズ大学は、マサチューセッツ州、ウィリアムズタウンに本部を置く、アメリカ合衆国の私立大学である。1793年に設置された、IB リーグレベルの教育を少人数で提供しているとされる、超名門リベラルアーツカレージ軍、リトル・アイビーの一行である。2019年に入学した人は志願者の12%であり、多くのランキングではアメリカ最難関大学の、 一つとされている。US News World ポートによる2020年度の全米リベラルアーツカレッジのランキングでは全米1位となっている。ホーブスによるアメリカズベストコリッチスの全米大学ランキングでも1位にランクされている。アマースト大学とは長年のライバル関係にあることで知られている。主な卒業生に第20代。 アメリカ合衆国大統領ジェームズ・ガーフィールド、シンガポール第二代首相、ゴー・チョクトン、ウエスト・サイド・物語や、スイーニー・トットなどの作曲、作詞家であるスティーブン・ソンド・ハイム、歌手、俳優のワンリー・ホンなどがいる。ありがとうございます。